皆様、お久しぶりです。今回も、新ライジングワールドをプレイしていきます。先日、バージョン 0.2 が公開され、ついに神髄である、建築要素がプレイできるようになりました。ということで、今回はその追加要素をご紹介していきます。ちなみに、このメニュー画面の絵も、今回のアップデで追加になったようです。おしゃれ。では、早速プレイしていきます。あ、ここからのプレイは、完全初見状態で、カメラワークがガバガバです。ごめんなさい。で、早速今回のメインである作業台が。って、あれ？この前ここにあった小屋はどこに？なるほど、自分で作れと。それでは、作業台をずらしますよ。ショックすぎてピッケル落としちゃった。一旦ここに避難。くるくる回せるのはいいね。お、作業台が伸縮自在なのね。これはすごい。ブロックだけじゃなくて、こういう既製品のサイズも調整できるとは思わなかったです。そして、斜め設置。これこの角度で置いて使えるのかな？次はひっくり返してみる。これはさすがにひどい。まあ、使えなくなっても困るので、とりあえず普通に置いてみましょう。さて、作業台の中は？おお、現状は、実質クリエイティブモードみたいな感じですね。こうやって、一覧で見ると、何やら見覚えのある柄もちらほら。って感じですね。何はともあれ、とりあえず何か設置してみましょう。うわぁ、なんだこの種類の量。また増えた？ビビって思わず閉じちゃったよ。これ、全種類でこれだけの形が作れるのかな？すごくない？おお、設置できそうな空気。おなじみのマス目が見えますね。ちゃんと、ヘルプ画面も完備。だが、英語で全然解読できねえ。ということで、ここからは実際にやってみて、わかったものだけをご紹介していきます。まずは、設置。いつも通り右クリックです。なんか、赤い点々が出てきた。いいことできそうですが、使い方わからず。ブロックが伸縮自在に変形できるのが、このゲームの醍醐味ですね。変わらずにあります。安心してください。しかしこれ、トリックアートとかもできそうですね。なお、実際に浮いている模様。ここで、全種類のブロックを並べてみました。使いこなせる自信がないです。オーソドックスな立方体をはじめ、階段ブロックや三角形、曲線や球体まで、多数取り揃えてあります。これらを組み合わせることで、家や城、キッチンや暖炉など、様々なものが作れます。欲しかったあんなものも、お手のものですよ。こちらの商品ですが、今後は様々な素材が必要になるところ、今ならなんと、無料です。この機会に、ぜひ一度、お求めください。以上、ブロックショッピングでした。いやほんと、ネタにするぐらいしか思い浮かばなかったです。まあ、冗談はこれぐらいにして、ここから、軽く建築をしていきましょう。今回の建築予定地は、この真横です。物は試しです。いろいろとやっていきましょう。早速ですが、ここまでやってきて、いろいろと分かったことをご紹介。まずは、ブロックを平面上に設置できるようになっています。以前は、一直線だけでしたが、これが二次元に広がります。超便利です。建築の手間が、大いに省けそうな予感です。そして、これは今のバージョンもですが、草がブロックを突き抜けます。今後は、突き抜けないようにするようです。現状の対策は、下の地面をえぐるぐらいです。草刈り機、というか、道具の追加が待ち遠しいですね。今回は、とにかく建築してみるということで、いろいろな素材の、いろいろなブロックを使ってみます。なので、デザインとか、色使いとか、そのあたりは目をつぶってください。うん。めっちゃ気をつけて登り降りしそう。柱を立てて、一番上からズズズーっとやれるのは、非常に便利。あ、でも足元も一緒にはまるので、そこは注意です。これは、
動けなくて焦っている画面です。こういう時は、落ち着いて、足元のブロックを破壊すれば OK です。本当は壁立てて、とか思ったんですが、これはこれでありですね。あずま屋みたいにしましょう。といったそばから、階段が欲しくなったので、作ります。ノープラン建築です。できたんですが、なんかあつぼったいです。そこで登場。裏がスロープタイプの階段です。スマートになった気がします。直線の階段だけで、3パターンぐらいありますが、必要性に納得です。できたんですが、なんか浮いている気が。ということで、柱を立ててみよう、と思ったのですが、これが失敗でした。まずは、ブロックを薄切りにして、細い柱を設置します。で、次に三角形の柱を置くのですが、これがうまくはまりません。最終的には、わけわからん感じになりました。いつものクオリティです。これはひどい。多分、柱が設置する部分だけ、階段ブロックの種類を変えれば、もっと綺麗に収まると思います。ここは次回までの反省とします。ここからが、今回のこだわりポイント、階段の終端部分です。まずは、この折り返しの部分。幅が飛び出て気持ち悪いですね。では、ここでは階段ブロックを薄切りにして、工夫してみましょう。そういえば、この薄切りにしたやつを、隣にくっつけるにはどうすればいいんだ？なんだこのオプション。項目が多すぎるぞ。これは移動量かな？刻みが 0.01 はすごい。と、試行錯誤すること、数分。お約束のガチャキーも発動したところで、ようやく謎が解けました。ちなみに、やり方は昔と変わっていないはずです。記憶力が仕事していないだけです。無念。ということで、グリッドモードを G キーを押して解除することで、フリー設置モードになりました。これが、このゲーム最大の特徴、グリッドにとらわれない建築です。マウスで自由に設置するもよし、右コントロールとグリッドモード解除を組み合わせて、矢印キーで位置の微調整もよし。なんなら、ブロックのサイズも位置の調整も、小数第2くらいの世界で調整が可能です。恐ろしいです。新バージョンでも、フリーダムな建築が可能なことが確認できました。全国のファンの皆さん、安心してください。いけます。ということで、階段周りの微調整を、この機能を使ってやっていきます。そんなこんなで、できました。とりあえず、急ぎで作ったものですが、雰囲気はつかめるのではないでしょうか。手前は、オーソドックスにブロックのみで作っています。馴染みのある建築も可能です。そして、こちらの階段。ここに、このゲームの建築の面白みを詰め込んでいます。と、このあたりは先ほど説明したので、省略します。それでは、あたかも説明してくれていると思って撮影している映像をバックに、これまでにいただいていたコメントにお返しをしていきましょう。あ、これまでにやってきた動画は、概要欄にリンクを貼っておくので、よろしくお願いします。それでは、1回目に寄せられていたコメントから。ツルハシで木を伐採しても、何も手に入らないけど、岩のところでは普通の石は手に入る。というコメントですね。こちらですが、このバージョンから、木材が手に入るようになっていました。映像はないですが、確認しました。徐々に、回収できるアイテムが増えていきそうですね。楽しみです。続いて、2回目から。雪が積もる、ということに対してのコメントですね。なんと、今回のアップデでは、雨による水たまりができるようになったそうです。これは、機会があれば確認したいですね。続いてはこちら。砂の採取に関するご質問ですね。残念ながら、私も砂の存在自体が確認できなかったので、正直わからないです。今回のアップデ内容で、ガラスは材料不足、という記載があるので、もしかしたら、そもそも砂そのものがまだないのかもです。このあたりも、今後のアップデ内容にて出てきたら、触れていければと思います。その他、何か気になることなどありましたら、コメントをください。
YouTube の方では、わかり次第すぐにコメントを返していきます。ということで、今回はここまでです。今後も、新しいライジングワールドのアップデートが入り次第、なるはやでお届けしていきます。正式にリリースするまでは、旧ライジングワールドと、その世界を楽しんでいる実況動画を、お楽しみください。それでは、次回のアップデートの日まで。またね。ふう終わった。よーし、遊びに行くぞー。